始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。カメラちょっと変えてみました。前から持ってたんですけどね、ニコ同様に買ってちょこっと使ってずっと放置してたので、ちょっとメインをこっちに変えてみました。はい、では早速本日のお題を読んでいきます。記念日はあなたと相手がより深く仲良くなるチャンス。こちらのお題を今から読んでいきます。贈り物を贈る習慣は人生を豊かにする習慣です。なぜ人生が豊かになるかというと、物を贈るからではありません。気持ちを贈る習慣だからです。父の日、母の日、友人の誕生日など、一年のうちにプレゼントを贈る機会はたくさんありますね。面倒という理由からこうした行事を無視する人がいますが、それでは豊かになるチャンスを捨てているようなものです。記念日はあなたと相手がより深く仲良くなるチャンスになります。父の日、母の日、友人の誕生日という機会を通して、日頃のあなたの気持ちを贈るチャンスです。物を贈ることが重要なのではなく、記念日を覚え、物を通して気持ちを贈ることが大切なのです。今日の格言、記念日にはプレゼントを贈る習慣を持つ。俺も父の日、母の日は一応、両親にプレゼントを渡しますね。酒だったり、ワインとか、安いのでいいんですよね。ユニクロで買った服とか、一応な気持ちを表す。でもね、記念日って俺好きじゃないんだよね。誕生日とか。例えば俺、1986年の7月23日生まれなんだけど、2015年7月23日は別に誕生日、1986年の7月23日は誕生日だけど、別に2015年の7月23日は別に誕生日じゃないんじゃないかなって。というへりくつ。なんかもう付き合って何年記念日とか、そういうのは一番苦手。けどそうやって言ってるとモテないので、なるべく100歩譲って許すようにしてます。気をつけなきゃな。そういうこと言ってると嫌われそうだからな。付き合って何年記念日とか、なんかもう別れるのを前提で付き合ってるみたいな感じで嫌なんでね。別に記念でも何でもない、当たり前みたいな感じだと思うんですが、その辺が男の考えと女の考えでは違うんじゃないですかね。難しいですね。なるべく安牌な道をその辺は選んでいきたいと思います。それでは今日も勉強になりました。ありがとうございます。